必見、羽生結弦内村航平。冬と夏の王者が力を合わせ、スポーツの力を社会に。二人の王者がつなぐ絆。羽生結弦と内村航平という二人のスポーツ界の王者は、ただ単にオリンピックの舞台で栄光をつかんだだけでなく、その後の活動においても私たちの心を魅了し続けています。羽生は冬の王者として、内村は夏の王者として、 双方とともにそののの競技技でで圧倒的な技術と美ししささ世界中のファンを熱狂させました彼らがともに成し遂げた偉業は計り知れませんが、近年、彼らの活動は単なる競技者としての枠を超え、チャリティー活動や社会貢献へと広がっています。これにより、彼らはスポーツの枠を超えて人々に希望とインスピレーションを与え続けています。そして、彼らのファンの間では、 冬と夏の王者が手を組んで共に社会貢献活動をするという夢のようなシナリオが期待されており、それが現実となる日はそう遠くないのではないかという声も高まっています。羽生ズルは、フィギュアスケートの歴史に残る偉大な選手であり、2度のオリンピック金メダルを獲得しただけでなく、その美しい演技で多くの人々の心を揺さぶってきました。彼はただ競技者としての栄光に満足することなく、 自身の成功を社会に還元しようという強い意志を持っています。羽生はたびたびチャリティーイベントを開催し、その収益を被災地復興や困難に直面している人々への支援に当ててきました。彼のチャリティー活動は、東日本大震災の後から特に注目を集めており、自身も被災者としてその苦しみを経験した彼は、困難な状況にある人々を支援することに強い使命感を感じているのです。一方で 内村航平もまた、体操界での伝説的な存在として知られています。内村は、オリンピックでの連続金メダルや数々の世界大会での優勝を果たし、その名を世界中に轟かせました。しかし、彼の真の強さは、競技の外での人間性にも表れています。内村もまた、社会貢献活動に積極的に取り組んでおり、特に子どもたちや若者に向けた教育的なプログラムに力を入れています。 体操教室や講演会を通じて、スポーツの楽しさや健康の重要性を伝える活動は、次世代を育むための貴重な取り組みとなっています。ここで興味深いのは、羽生と内村の共通点です。彼らは共に日本を代表するスポーツ選手であり、その競技での卓越した技術と精神力で国際的な舞台でも多くの賞賛を集めてきました。しかし、彼らが共に持つ、支える力という点でも、 強いい共感を呼び起こしています彼らは競技の枠を超えて自分たちの影響力を生かし社会に貢献するという共通の使命感を持っているのです。そしてファンの間では彼らがタッグを組んで大規模なチャリティー活動を行うことが切望されています。その中でも特に話題になっているのが能登半島の再建支援活動です。能登半島は近年の自然災害によって大きな被害を受け、 多くの地域住民が困難な状況に直面していますこれに対して、羽生結弦と内村航平が協力して、チャリティーイベントを開催し、その収益を能登半島の復興に充てるというアイディアが浮上しています。彼らのファンは、スポーツ界の二大王者が手を取り合って、日本全土で困難に直面している地域を支援するという壮大なビジョンを持っています。実際に、 羽生と内村が協力してチャリティー活動を行うというシナリオは、ただの夢物語ではなく、十分に現実的な可能性があります。まず、彼らは共に社会貢献に対する強い意識を持っており、それぞれがすでに個別にさまざまな活動を展開しています。また、彼らの影響力は日本国内にとどまらず、世界中のファンに広がっているため、彼らが協力することで、より多くの支援を集めることができるでしょう。 加えて、羽生と内村が共にチャリティーイベントを開催することで、彼らのファンにとっても新たな楽しみが生まれるでしょう。例えば、フィギュアスケート体験教室と体操体験教室の2本立てのイベントを開催することで、子どもたちや若者が両競技の魅力を体験する機会が提供されます。これは、次世代のスポーツ選手を育てるだけでなく、スポーツを通じて社会貢献の意識を育む重要な一歩となるでしょう。また 羽生と内村の協力は、単なるチャリティー活動にとどまらず、社会全体に対するメッセージとしても非常に強力です。彼らは、異なる競技の枠を超えて、スポーツが持つ力を示しています。スポーツは、単なる競技や娯楽ではなく、人々をつなげ、社会を支える力を持っているということを、彼らの活動は証明しています。特に、現在のような不安定な時代において、 彼らのようなリーダーシップを持つアスリートが社会貢献活動を通じて希望を届けることは非常に重要です。さらに彼らが手を取り合って行う活動は他のアスリートや有名人にも影響を与えることでしょう。彼らの影響力を見て他の選手たちもまた社会に対する責任を意識し共に協力してより大きな支援活動を展開する可能性があります。 スポーツ界全体がこのような動きを見せることで、日本全体、さらには世界中での支援の輪が広がり、多くの人々が助けを受けることになるでしょう。最後に、羽生結弦と内村航平という2人のスポーツ王者が協力することで、私たち一人一人もまた、社会に対する責任を考えるきっかけになるはずです。彼らは、その競技での成功をただの個人的な栄光にとどめず、 社会全体に還元するという姿勢を示しています。このような姿勢は、私たち一般の人々にも大きなインスピレーションを与えます。私たちもまた、日常の中で他者を助け、社会に貢献するために何ができるかを考えることが求められています。彼らのようなリーダーシップを持つ人物が示す模範は、私たちにとって非常に貴重であり、未来への希望を感じさせてくれます。結論として、 羽生結弦と内村航平の共同行動は、単なるスポーツの枠を超えた社会貢献活動として大きな期待を寄せられています。彼らのチャリティー活動は、多くの人々に希望とインスピレーションを与え、困難な状況にある地域や人々を支える重要な役割を果たしています。ファンの期待通り、冬の王者と夏の王者が手を組んで、能登半島やその他の地域を支援するチャリティー活動が実現する日が来ることを。 多くの人々が待ち望んでいますそして、その活動が、さらなる社会貢献の連鎖を生み出し、日本全体に広がっていくことを願ってやみません。このような協力活動が実現した場合、それは単なる一度限りのイベントにとどまらず、継続的な支援の形として発展する可能性があります。羽生結弦と内村航平という2人のリーダーが中心となり、 彼ららの影響力ををかして大規模なチャリティ団体やプログラムを立ち上げることも考えられます。例えば特定の地域支援や災害復興に向けた基金を設立することで支援が長期的かつ持続的に行われる基盤が作られるでしょう。またこのような活動は彼らのファンだけでなく広く社会に対しても個々の力が集まれば大きな変化をもたらすことができるというメッセージを強く伝えることができます。 スポーツ界の象徴的な存在である彼らが、競技の枠を超えて社会貢献に尽力する姿勢は、多くの人々に勇気を与え、私にもできることがあると感じさせるのです。これは、地域の復興支援に限らず、日々の生活の中で小さな善意を積み重ねていくことの大切さを再認識させてくれるはずです。羽生と内村の協力によって行われるイベントは、単なる募金活動やスポーツ教室だけでなく、 より広範囲な教育的活動として展開することも可能です。彼らはそれぞれの競技での経験を通じて得た知識や教訓を次世代の子どもたちに伝えることができます。特にスポーツを通じた教育は、体力や技術の向上だけでなく、精神的な成長やチームワーク、忍耐力といった人間的なスキルの育成にも大きな影響を与えます。こうした活動を通じて、未来のリーダーたちが育まれることになるでしょう。 さらに、彼らの協力が他の業界や分野に波及する可能性もあります。スポーツ界のみならず、音楽、芸術、ビジネスなど、さまざまな分野の著名人や団体が羽生と内村の活動に感化されて、共に社会貢献に取り組むことで、新たなコラボレーションが生まれるでしょう。これにより、日本全体での支援活動が活発化し、社会全体が協力し合う風潮が強まることが期待されます。 特に最近の傾向として、企業やブランドが社会貢献活動に積極的に取り組む姿勢が見られます。もし羽生と内村の協力によって開催されるチャリティーイベントが注目を集めれば、こうした企業がスポンサーとして参入し、さらに大規模な支援活動が展開される可能性があります。これにより、彼らの影響力はさらに広がり、多くの人々や地域に対する支援が実現するでしょう。 特に能登半島の再建支援が具体的な成果を挙げればその成功例をもとに他の被災地や困難に直面している地域でも同様の支援活動が行われることが期待されます。